16番パー4 262 4番やん4番アイアン いいんじゃない？いいのかいそれ、うん、残しすぎな気もするけどね。俺もそんな気打ち上げで否めないね。あのリアクションは否めないですね。否めてないですね、うん。ブルチンは4番アイアンでハーフショットみたいなショット打って、いいのあそこでいいのよ。まあ全然いいんだけどね。ショットはそこ変わんないから。僕はですね、振ります。バカだって言われてたよ、ドライバー持つやつ。バカでもいいんです。バカはバカをすることです。バイフォレストガン。じゃあバカショット見せてもらおう。うん、まっすぐ。ちょい天ぷらか。うん、まあブルーより飛んだね。さあ、ちょっともう右に、まあ、もう90度ぐらいのレッグしてる特殊なコースです。ピンはこの真ん中の木の奥。9番アイアン、残り125。左行った！左だ！どうなんだ！おっ、ナイスオッカップ。奥だね、グリーンバカ広いんだよね。バカ広いんだよね。そうなんだよね。逆に出てもらった方がいいんだよな、まあ、寄せやすいね、うん、そうね。あ、噛んだから、噛んだから。あー、噛むねー、噛むねー。まあでもうまいわ。ナイスオン。あー、止まっちゃうか。いけ。いやー、止まっちゃったね。なんからしくない打ち方始めたね。え、そうですか、うん、あんなハンドバースで打ってたっけ。いや、今あのハンドバースちょっとハマってるんですよ。ハマってんの。オッケー。パーパット。やば。もっとくそ。ちょっと待って待って待って。オッケーかな。143。ピンまでは135ぐらい。やりきっちゃったよ。短いっす。短っ。あれあれ。イエローの飛距離は50ヤードでした。何番？なんか間違えて9番持ってきちゃったね。9番。おう。おお、やっぱでかいね。やばい。ボギー取りたい。これ撮影あるあるね。うん。番手間違っても取りに行けないかなやつ。ふわっと系？いや、ふわっとじゃない。低い系。おー、うまい。いやー、うまいね。ナイスン。いやー、満足しろよ。もっと右だったんですけど。入れに行ってるな。あれ、イエロー2打目それ。あー、そう。いいんじゃないの、いいんじゃないの。あー、思ったより転がんない。いや、十分だよ。いや、いいね、アプローチ良くなったね。すごいじゃん。ブルチンのパーパ。ブルチン、さあ、おー
スボール渾身のパワー。さあ今日は買い替えたアイアンの検証なのにパターが響く。パターも買い替えたから。ああなるほど。はいはい、いいよ。イエローのボギーパ。ああ絶対入れたい絶対入れたい絶対入れたい。おー、ナイスボギー。ボギー、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 うん、オッケー、ボギー、ナイスボギーです。18番、なんとですね、パー5、414ヤードなんですよ。これは、イーグルを狙う。これはね、違うんだ。ハンドが狙いづらいな。ハンドね。そこは難しい。さあどうする。木の間を縫って乗せるか。ヒエロも200ヤード、220飛ばせば。はい。またそっち行っちゃったよ。そっち向いてる。そっち方向にまっすぐ、今ナイスショットだよ。そっち、うん、そっち向いてた。素晴らしい。完璧です。アマス。完璧なショットです。アマス、うん、アマス、アマス、アマスパパス。この木の間を縫ってツーオンできるか。飛距離168ヤード。168ヤード、はい。キャリーで168欲しいです。キャリーで160欲しいです。4番アイアン。低くいく？水切りで乗せるっていうのもかっこいいけど。お、どこ行った？乗ったんじゃね？乗ったんじゃね？右側にね。乗ったんじゃねこれ。マジで？ちょっと行ってのお楽しみだね。バンカー怖いから右目。いや出てねえの。やっちゃう？うん。ただ今の当たってればピンデッド。たらればいいんだ。クラブ忘れてるよ。クラブ忘れてるよ。クラブ忘れてるよ。さあ4打目頑張ろう。でかいね。バンカー危なっ。さあブルーがどっから打ってきた？いやよくわかんない、木の間っすね。うん、この木の間を打ってきたんですよ。イーグルパット動画で初？動画で初じゃないですか。ブルーのイーグルパットはさあ寄せられるだけ寄せます。いやー9バーディー欲しい。いいと思う。すごい。え、惜しかった。ナイスパット。本当だ。ラインが。いやーでもうま。ナイス。ブルーバーディーパット。見たいね。おーいい。
どうも嘘つきです。お疲れ様でした。嘘つきです、すいません。なんか浮かない顔しますけど。いやでもアプローチうまかったよ。アプローチは、うん、結果98の84 87、うん、まあなんだろう、まあ、だどっちだどうする、ね、そう、動画内ではいい方なんじゃない。イエローも100切ったし、動画で100切ったの2回目じゃん、うん、まあまあまあ初めて2回目。それ嘘ついてない。88出したって言って最近100切りしてるって言って嘘になってない、ね、うん、まあ、うん、証明できてギリギリね。いや95は切りたかったですね、正直ね。ただ何しろこの買い替えたクラブに対しての成果みたいなのは出たのかいっていう、ね、どうでした。これ確かアイアン検証動画でしたね。そうです、検証、まあ、僕はフルセットウェッジ以外変えてるんで、もうドライバーからピッチングまではうわやっぱいいね、買い替えとかあるねみたいな、そんな動画になるかなと思ったんですけど変わらずね。でもまあまあ、あの時はすごかったからね、8月のやつね。いや、まあまあ、ブルーもいたんですよね。そうだね、まあ、目の当たりにしてくれてるんであれなんですけど、やっぱカメラが敵ですね。カメラっていう概念を消したい。ダメだ、YouTuber じゃなくなっちゃうからね。まあこのまま90台を安定して出してってやれば、まあ M4 に買い替えた回はあるかなと。うんうん、まあそれはね、証明できたじゃないですか。でもできたでしょ、98だし、うん、ブルーも左引っ掛けグイーンっていうのはなかった、ね、なくなりましたね。え、なんかやっぱドライバーだな今日。もうさ、もうドライバーも問題なんじゃないか。シャフトがね。変えるか、ドライバーも問題なんじゃないか。ドライバー変えるか、今売ったらそこそこの値になるんじゃないか。そうだね、うん、でちょっと次はドライバー買い替えどうなるか。いやいや、ヘッドはいいんだよ、 TS2 はあのままで絶対。シャフトだけ、シャフトがもう合ってるのか。もう思い切って X にしちゃうぐらい、もうセロビしちゃう。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。 X のドライバーって振ったことある？ない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 でしょ。だから振ってみて、ね、X なんか振れると思ってないですからね。振ってみるか分かんない。振ってみるか分かんないやろ。で今度はあの火災ロッテとかそういうとこ行ってちょっと X 振ってみて。ああ、確かにそれはいい。あ、その動画撮ろうか。うん、それでいいんじゃないですか。また帰るぞ。また行くの、金ないよ。経費で落とせますよ。落とせない。落とせない、落とせない。いやでも本当はね、今日はちょっとイエローのもっといいとこ見せたかったんですよ。いや見せたかったね。いや、このリズムでいけると思ってたもんね。いけると思ったよ、うん、で、いきなり80台みたいなサムネを出したかったよね。あとはね、もう95切ってとか、うん、もうなんかこうグリーンをこうケツをカカンって。いや、もう叩いたからね。うん、なんなら抜いたからね。そう、なんなら別の、別の抜いてますから、イエローは。俺80台のイエロー見てないしね。そこなんですよ、だから今日はね、そこを見したかったんですよ。顔、そう、すげえ細い目してる。だからなんかね、視聴者目線で見てたからさ。そうですよね、やっぱ心の中でやっぱあいつ虚言癖だなと思ってるんですよね。だからアベレージ的にはやっぱ90代前半と思って見ていただければ。アベレージも90代結構すごい。結構すごいと思うよ。いやでもいいじゃんね、グリーンはって持ち券がついてるわけでしょ。でも君には誰もいないわけよ。まあ、ちょい我流、我流だね、ほぼ我流で、ほぼ我流で、ほぼ我流で80台は出るのかと。そう、それで今、ね、グリーンの結論、まあ一回叩きに行こう。ちょっとダラ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 すぎですよね、グリーンがちょっと。あ、じゃあ一回コン詰めますか。そう、リベンジだと。俺に勝てんのかと。イエロー対グリーンやるよ。一発ちょっと、まあどうかな、うん、あの85切りの前に選別だよね、もう。なるほどね。そうそうそう、まあまあまあ、もう一回俺を超えていけと。そうそうそう、なるほどね、なるほど。絶対並木ちゃん対イエローとかね、見たいよね。いや、見たい人は多いと思う。絶対多いと思うんだよ。いや、僕もやりたいですよ、並木ちゃんと。これ見てくれてるかな、アイムゴルフまで。見てないと思いますよ。いや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 、ワンチャンあるよ。だって、トシミンがここに、ね、こちらのかとかとか、そう、行ったのも、行った時もチラッと言ってましたもんね、うん、社長がね。なんで他の YouTube にも出てたよね、みたいな。ウーズの社長が言ってたのは、某リンゴさんだと思うんですよ、僕は。あ、リンゴさんのことですか。はい、だと思うんですよ。そっか、あとブルー、そろそろ俺とやろうか。あ、それやりましょう。あ、やっちゃいます。やりますか、心の準備。
やるのか、ついにレッドと。いやろうだってさ、レンジャー最弱はやったわけじゃん。レンジャー最強やってないよね。そうです、そうです。それもやりましたよ。やってないよ、ね、でもいいんですか、俺。グリーンにまだ負けたままですよ、俺。ああ、そっか。それやんないといけないよね。でも俺、やっとかいかないのが、なんか自分が一番上だみたいな、ふんぞり返ってるじゃん。なんか、いや、負けないでしょ。なんかシードキーが俺が一番上だみたいな。俺、一回ちょっと、育ったグリーンとやってほしいんだよね。ああ、なるほどね。育ったグリーンと。ああ、なるほどな。85キリをした時点のグリーンと、いや、かかるプレッシャー相当違うと思うんだよ。まあ、確かに。てか、フォーサムでやる？いいっすね、それ。それをね、いっぺんにやって、一番決めよう。それでちょっと、決めれる気決めましょうよ。ああ、そうっす。で、あれですよ、リーダー、俺に負けたら俺に敬語ですからね。いいよ。もうゴルフの時はブルーさんで。うん。下校部長ですから。全然いいよ。やっぱさ、天候も違うしさ、ゴルフ場も違うしさ。そうそうそう、だからみんなを。いっぺんにやった方がいい。あ、それだ。ガチ対決で、じゃあ。ガチ込んでいきましょう。じゃあ、ガチ対決。ということで、はい、じゃあ今回の動画は締めさせていただきます。はい。はい。じゃあ、引き続き、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。グレーと回るの初ということで。初グレー。はい、まさかの同い年の人生。びっくりですよね。びっくり。すげえ音、おいしょ。まあね、ちょっとグレーに競ってる感出してる。ちょっと同い年だからって聞いた瞬間ライバル心持ってるよね。ナイスオン。